ここね、この右手が海で入り江が深くって、というよりね、これ目の前、これ川なんですよ。これ左手川、はい、もう紀伊水域ね、完全に。まあこの辺のちょっと海面ギラついて分かりにくいけど、うん、敷石際にね、コハタいるんじゃないかなと思って、一発目ここでやってみましょう。寒い相当寒い。これ体感温度10度ぐらい今日。もう先週まで、先週とか3日4日まで前まで、サンガードしてね、 T シャツ1枚でやってたのに、冬ですよ。もうグローブしてないと手が痛いぐらい。先発サビア B1号にジグヘッドがこれ 7g かな。スワールテールシャフトの 3.8 が探り入れてみましょう。さて、一投目、やばい乗せ損なった。いるよ、今乗せ損なっちゃったよ。しよしよしよし、来た来た、川で釣れたぞ、川で。おお、ちびもんくんだ、いるでしょう。おお、ほぼ川だよ、川これ最高。ほら 3.8 インチ丸のみ、これ嬉しいね。こういうところで釣れるとちょっと不安だったんだけど最高、いいやつ。いや、楽しい、これは。うん、いや、サンキュー。来たね、ちょっと写真撮ろう。今日はバスフィッシングに来ましたって言ってもおかしくないような風景がね。こういうとこでコハタが数釣れると楽しいんだけどな、数出ません。さすがに紀伊水域っていうか川だ、数が出ないか。まあこんな感じでね、釣れそうにないところをこうどんどん探って歩けばね、それなりにスポットはね見つかると思うよ、この天草なんかは。まあ今日は撮影機材ないんで iPhone で撮ってるんで、動画はこの辺が限界だけどね、こっから先は写真だけにします、釣れたらね。
よし、また次探そう。